ドレクセル大学は、米国ペンシルベニア州フィラデルフィアに本部を置く、アメリカが衆国の私立大学である。1891年に創立された。大学のモットーは、サイエンス、インダストリー、アート。ドレクセル大学は1891年に、フィラデルフィアの資本家であり、博愛主義者であったアンソニー・ J ・ドレクセルにより、ドレクセル芸術、科学、産業大学として設立された。 創立の目的は、どんな経歴を持つ女性や男性にも、実践的な芸術と科学の教育機会を提供することにあった。その後、ドレクセル大学は1936年に、ドレクセル工科大学に、そして1970年には、総合大学の地位を獲得し、ドレクセル大学となった。1983年に、全米の大学では、 初めて全学生にコンピューターを持つことを義務付け、2000年には、キャンパス内ネットワークを完全にワイヤレス化するなど、ハイテク教育の最先端に位置してきた。そのため、工学色の強い大学であったが、2002年に MCP ハーネマン大学と一体化し医学部、2006年に法学部、そして2008年には、カリフォルニア州サクラメントに、大学院キャンパスの設置に至り、 近年は総合大学職を強めている。現在の学長は2010年に就任したジョン・アンダーソン・フライ。個別ランキングでは工学系分野の評価が特に高い。ユニバーシティシティキャンパスからセンターシティ東方面、クイーン・レーンキャンパスセンターシティ、ハーネーマンキャンパスと付属病院。右に 視聴者屋上に立つウィリアム・ペンの銅像が見える、ユニバーシティ・シティキャンパスからの夜景フィラデルフィア市内に3カ所、カリフォルニア州サクラメント市内に1カ所、計4カ所にキャンパスを構え、本部はセンターシティと呼ばれる市の中心部の西部に位置するユニバーシティ・シティに設置されている。メインキャンパスのあるユニバーシティ・シティは隣接するペンシルベニア大学やユニバーシティ・シティ・サイエンスセンターともに、 全米有数の学園都市を形成している。ユニバーシティシティキャンパスを東西に貫く、マーケットストリートはアベニュー・オブ・テクノロジーの愛称がある。コリッチス・スクールズ1919 19年に始まった大規模な COO パスと呼ばれる有給インターンシッププログラムを有しており、ユニバーシティシティキャンパスの学部生は通常大学2年以降から秋、冬もしくは春、 夏に6ヶ月の COO パスを3回、計18ヶ月を行う。このプログラムのために入学を希望する学生も少なくない。学生は大学を通して1500以上の企業から自分に合った職を選ぶことができるほか、学生自身が自ら雇用主を探すこともできる。学生のインターンシップ先は米国41州、世界17国に及ぶ。各単位シーズンごとに、 COOPAS に参加する学生は4000人強。通常の大学プログラムに加えてこのインターンシッププログラムを行うため、多くの学部生の在学期間は5年である。COOPAS の影響が大きく、大学自体のスケジュールも COOPAS を中心に調整されており、他校の一般的なカリキュラムのスケジュールからは外れる。さらに COOPAS に参加している学生が、 交互に入れ替わるため秋、冬と春、夏の学期とでは、学生の顔ぶれが大きく違う。実際の学生数より、キャンパスに在籍する学生は少ない。夏学期と多学期の授業数の差が比較的小さい、などが大規模インターンシッププログラムを抱える、この大学の特徴である。給与は、学生の専攻能力や経験によって、かなりの差が出るが、 6ヶ月の平均給与は 14,163US ドル。多数の学生を受け入れている主な企業や機関は以下の通り。COO パスを希望しない学生のために一部の専攻では通常の4年プログラムも用意されている。COO パスは大学のカリキュラムの一環としてみなされるため、通常はキャンパス内でしか働くことが許されない回マイナス1。 ビサ保有の留学生でも簡単な手続きを行うことで、有給インターンシップに参加可能である。なお、COO パスは主に、ユニバーシティ式キャンパスの学部生向けプログラムだが、修士課程の大学院生も希望すれば、COO パスを行うことが許されている。ありがとうございます。